はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはアースペディア、学習教育出版が2012年4月19日に発売したタイトルで、定価は、税込み4980円。パッケージの表面を見ると、まあなんか白い背景に上の方に、ね、地球が半分ぐらい映ってるって感じなんですけど、なんだろうな、こうなんかすごい平面的に見えるんですよね。立体視がメインのね、こうゲーム機で多分立体視ちゃんと使ってるはずなんですけど、あのパッケージはね、こう地球が平面に見えるというね、まあそんな感じかな。だからこういう配色にするとあんまり立体感が出ないのかな。はい。まあ、で、切れてるからかもしれないね。で、アースペディアっていうのはね、白い目のところにこう、書かれてるんだけど、その D のところからね、地球に向かって線が出てるのは、これはロゴの一部なのか、単純にたまたま線が重なってるのかよくわかんないよね、これ。はい。で、地球のね、写真の上には、地球の不思議を体感せよと書かれてるんで、まあ、これも矢印みたいに、こう、線が繋がってるところに、対する、説明書きなのかな。まあ、ちょっと意図はよくわかりません。で、左上にはね、学研のロゴがあり、左下には、セロ教育データベースという表記があります。で、パッケージの側面を見ると、やっぱり今度はね、アイコンはね、地球が全面的に映ってるっぽいですね。で、アースペディアのロゴが入ってて、で、アースペディアのね、ロゴはね、ちょっと横になってて、こう、表記が、アースペディアって英語表記があって、その下にカタカナでアースペディアってね、入ってて、まあ、両方入れたかったのかな。はい。で、学研のロゴがあり、セロ教育データベースの表記もありますと。で、裏面を見ると、アースペディアプロジェクト始動、アースペディア計画って書いて、計画にね、プロジェクトっていうね、ルビが入ってます。はい。で、人類の飽くなき挑戦の舞台となってきた宇宙。今、アースペディア計画、アースペディアプロジェクトって言った方がいいかな。アースペディアプロジェクトにより、人類の挑戦は新たな一歩を踏み出した。アースペディアプロジェクトとは、地球に関するあらゆる情報を収めたデータベース、アースペディアを作成、発信することにより、地球外地的生命体の探査を行うプロジェクトである。アースペディアを完成させるために様々な情報を収集するエージェント。それがあなたなのだ。ということで。なんかこれ、データベースのはずなんだけど、教育のね、ソフトなんだけども、なぜかちょっとこう、若干こう、ゲームのね、ストーリーの煽りというかね、プロローグ的な書き方になってるのが気になりますね。はい。で、地球に関する情報を収集せよ。情報規制ウイルスを捕まえ、破壊された情報を復元、自然、科学、宇宙などの情報を集めて、アースペディアの完成を急げ、ということで、一応このデータベースなんだけど、まあゲームっていうか、まあ見ながらね、見たもので、ね、こうデータベースが完成させていくような作りになってるんだけど、残念ながら僕当時、とりあえず全部達成するまでプレイしてたんで、それの中で、未読のね、まあ、要はオープン、アンロックさせてるけど、未読だった部分を中心に、プレイ動画が作られてるかと思います。はい。で、手のひらに、世界最大の画が、なんだこれ。地球体感ツール、アイディア。360度見渡せる風景。実物大で飛び出す生き物など、Nintendo 3DS の機能を駆使した10種類のツールで新しい感動体験。まるで、月面散歩。これはちょっとわかんないけど。これね、当時まだ Nintendo 3DS は出てたけど、LL が出てないのかな。だから、多分それでこう、画面ね、こう、実物大って言ってるけど、多分今のね、ニューニンテンド 3DSLL とかでやるとまた画面サイズ違うから、実物感は違うのかなって気が若干していますけど、どうでしょうか。で、ジャンルは地球体感。プレイ人数は1人用。セーブデータ数は1。
3D 映像の表示はありになっていて、通信の仕様は特にないようです。で、コードは CTRP-AEPJ-JPN と TSA-CTR-AEPJ-JPN の2つのコードが振られています。はい。で、パッケージを開けると中には取扱説明書、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、あとアンケートの紙が入っていて、パッケージ中面には特に印刷はありません。で、取扱説明書を見るとパッケージのね、表面と同じデザインですね。若干上の方がちょっと見えるのかなという感じ。地球がちょっとね、大きめに映ってるのと、あと右側が Nintendo 3DS で切れてない分ね、ちゃんと見えてる。まあそういう違いがありますけど、で、まあ、ロゴがね、パッケージ側面のね、ロゴ見ると、その D のところのこの線がないんだよね。まあいいけど、はい。で、コードが MAACTR-AEPJ-JPN ですね。で、取扱説明書を開くと、ようこそアースペディアプロジェクトへ。これ、計画って漢字で書いて Ruby でプロジェクトって入れたのがパッケージを、裏面なんですけど、ここは、プロジェクトカタカナで思いっきりガーンと出てますね。私の名前はソフィア。このプロジェクトを司るオペレーティングシステムです。アースペディアプロジェクトとは、グローバルアースペディア機構ジオによって、ゲオじゃないんですね。ジオによって立ち上げられたプロジェクト。地球に関する様々な情報を収めたデータベースアースペディアを作成送信することにより、地球外知的生命体の探査を行うことを目的としています。あなたはアースペディアを完成させるための情報を収集するエージェントとなってもらいます。情報の収集にはジオサーチというツールを使用します。ジオサーチであなたが収集した情報は転送され、アースペディアの中に格納されます。ナビオーという名のアシスタントロボットがあなたの任務を補佐します。わからないことはすべてナビオーが教えてくれるでしょう。それではナビオーと協力して任務を遂行してください。ということでね、一応ここにもね、ゲームっぽい煽りがあったりします。はい。で、操作方法はね、1ページ分のところでまるっと紹介されていて、その上で次のページはね、AR カードの使い方ということで、これもね、特にソフトに AR カードが収録されてるわけじゃなくて、本体付属のね、なかなか皆さん忘れがちな AR カードを使うような、作りになっています。で、ライセンス ID 登録。まあ、この辺もちょっとゲーム的な演出なだけでね、正直、大した意味はないんですけど、一応ライセンス ID ユーザーを登録してゲームを始めますということになっています。で、ジオサーチ。まあ、ゲオじゃなくてジオですよ。はい。ジオのエージェントとして、ジオサーチを使って情報の収集を行います。情報には、正常な情報と、デジバグという情報規制ウイルスによって破壊されている、破損情報があります。破損情報は、デジバグを捕獲して正常化しなくてはなりません。ということなんですが、パッケージのね、裏面とかだと、ウイルスって E はね、でかいんだけど、ここの情報規制ウイルスって書かれて、E がちっちゃいです。この違いは何なんでしょうか。はい。まあいいや。はい。で、まあしばらく、ちょっとゲーム的な説明ですね。正常な情報、1、スライドパッドまたは十字ボタンで地球を回しながらアースポイントを選択します。2、収集した情報を確認します。確認完了とした情報はアースペディアに収録されていきます。で、一方で破損情報、デジバグによって破壊されているデータはそのまま収集することはできません。デジバグを捕獲して情報を正常化する必要があります。探査機を使い制限時間内にデジバグを捕獲します。1、地球を回しながらアースポイントを選択します。デジバグによって破損された情報のアースポイントは赤く点滅します。2、探査機を使ったデジバグ捕獲ミッションが始まります。ソナーを見ながらデジバグを探し、キャプチャーアイアームを使って捕獲します。エージェントランクが上がっていくと使える機能が増えていきます。制限時間内に全てのデジバグを捕獲して情報を正常化してくださいということなんですね。はい。
ということでね、僕のプレイ動画が完全にもう情報を見るだけ、データベース見るだけになってるんですけども、本当はこういうね、ゲーム的な要素が、あります。だから、ここら辺見ると、あのトイックのゲームと比べると、こっちこそね、ゲーム 0A の表示なんだって気がするんだけどね。まあいいや。はい。で、AR サーチ。現実世界に逃げ出したデジバクを捕まえるミッションです。AR カードを使用します。これも厄介なんですよね。データベースとかだから普通に移動中とかに見たいんだけど、いきなり AR カードって言われても、もう困りますって感じでね。はい。まあいいや、ここもね、細かく書かれてるか。メインメニュー画面の AR サーチを選択してタッチするか A ボタンを押します。2、AR カードを準備してランクを選択します。3、探査機を操作して3匹のデジバクを捕獲していきます。ジャマーに捕まるとゲームオーバーになります。注意しましょう。エージェントランクが上がっていくと探査機で使える機能が増えていきます。というか、データベースと思って見たのにね、いきなりゲームさせられて、しかもゲームオーバーがあるという、結構、過酷だな。で、4、エージェントランクによって探査機の性能が変わります。一度クリアしたランクは、クリアタイムの更新を目指して何度でも挑戦することができます。タイムは 99.99 秒を超えるとノーレコードと表示されます。あ、そっか。だから、これは、プレイ動画も、挑戦すれば、ここの画面撮れたな。まあいいや。いいです。で、アースペディア。ジオサーチで集めた情報を確認することができます。またその情報と一緒に収集した、地球体感ツール、アイディアを確認することができます。で、情報。で、アイディア、うん。で、コレクション。地球の、不思議や脅威が詰まったコレクションを見ることができます。で、アイグルーブ。これって、でも、あれか。あ、アイディアの流れか。だから前のページでスコープっていうのがあって、そこからコレクションできて、アイグローブか。はい、はい、はい。で、地球クロニクル。地球の歴史や大陸の移動や、地球の歴史を大陸の移動や生物の進化の様子とともに紹介します。で、パノラミックビュアー。いろいろとこう、機能があってね、なんか、お利口になりそうなね、感じの表題が多いですね。AR フォレスト。AR カードを使って画面内に実物大の生物を再現します。で、AR プラネッツ。AR カードを使って太陽系の惑星を確認することができます。ということでね。まあ、AR カードをここまでちゃんと使ってるのってあんまないからね。貴重かもしれないですね。まあ、いろいろとこう、AR カード見るとね、モデルがこう出てきて、なんかキャラクターをこういろんな面から見れますとかあるんですけど、まあそれは一般的なんだけど、ここまで教育的にね、しっかりやってるのはあんまないかなという、まあニュアンスです。はい。で、3D モデル。見てみたいけど、なかなか見られないものを 3D の再現モデルで見ることができます。これがあれかな？だからフィギュアとかを見るのと同じ感覚で見てるのかな？ちょっとサンプルのね、写真がもうフィギュアとはほど遠いんだけど、はい。で、シアター、3D フォト。で、ライセンス。エージェントとしてのランクを確認したり、エージェントランクを上げるためのテスト、アーストライアルに、を受験することができます。まあ、受験を。まあ、ここら辺はちょっと教育っぽくなってきましたね。まあ、データベースだから、まあ教育といってもね、テストも嫌なんですけどね。はい。で、オプション。で、最後、スタッフクレジット。結構細かく書かれてますね。はい。はい。で、ゲームカードは、パッケージとね、いや、取説と同じメインビジュアルなんですけど、こっちは、トリセツと、パッケージと比べてね、地球がかなり切り込まれています。半分もないです。はい。で、コードが LNACTR AEPJJPN です。で、クラブニンテンドーのポイントカードは CNACTR AEPJJPN のコードが振られていて、ポイントの登録有効期限は2014年4月30日まで。で、学研ご購入者アンケートの紙には、素敵なプレゼントが抽選で当たるという表記があるんですけども、これは二次元コードを使ってね、アンケートページに行くような内容になっています。で、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で図書カード1000円分を、5名様に差し上げます。結構渋いというか、渋いでいいか。はい。で、締め切り日が2012年9月末日だから、
まあ、約半年ぐらいなのかな。5ヶ月ぐらいになっているようです。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。